こんにちは、国尾です。今日はもうちょっとシリーズ化してるような雰囲気出してますけど、ハロプロの流れで言うと、歌について、触れてみたいなと思っております。歌ざっくりですよね。非常に、語りにくいところですけれども、まあ歌のパワーというのは聞いててすぐ分かると思うんですよ。これもじゃあ順位付け、3つの順位付けにしますか。この順位明日変わるかもしれないですからね。今こんな気分っていうことですから。じゃあパワーというところで、いきましょう今日は。それでね、もうこのね、1位2位は簡単なんです。もう決まってるんです。で、3位難しいんですけど、3人ぐらい出てきちゃったな、3位が。難しいですね。もう5にしようかな。まあじゃあ、思いついたところからいきましょう。私が思う、さ、えっと、3位、しかもこれ、たくさん思いついちゃったやつなんですけども、やべえ、言いづらいな。この順位に今 OG を入れていません。まあ、歴代じゃなくて今の現役のメンバーということにしますんで、そこを分かっておいてくれればと思いますけど、超言いづらい。もうやり直そうかなぐらい。言ったの。まあいいや。まあいいや。行くか。岸本ゆめのちゃん。ですね。これはね、思いついた他の2人がいたんですけど、最初に言おうと思ってた3人の1人ですよ。一番いいのは、彼女の一番いいところは、頭から抜ける声っていうのがありますよね。ここからキーンと、はーみたいな高音。で、そこが、地声の、なんていうかな、粗さ雑さみたいなのも一緒に出せるんですね。で、この粗さ雑さって2つ分かれるんです。パワーになる時と、ちょっとまた、それが邪魔をして、クオリティが、ともすればクオリティがちょっと低いように聞こえてしまうような時と2つあると思うんですけど、まあ僕は彼女のはそれはパワーの方に転化できてるのかなっていうふうに考えます。できてます。椿ファクトリーは岸本ゆめのの歌、すごく僕プライオリティ高いと思います。まあ詳細はまた改めて必ずお届けします。そして第2位、これ悩みましたけど、第2位はダンバラルーです。もう1位と悩んだだけです。僅差です。なぜ僅差かというと、ルルーがすごいところは、踊りが、今ですよ。今、でかいんです。で、踊りのでかさで、声が同じようにでかくなって、踊りも声も、前のめりで高いところ、いいところで、ぶれないんですね。止まってるんですね。あんまりこういう人もハロプロでは僕は見たことがないです。さらに言うと、彼女の声質というところで、ジュースの最近のポイント、最近のシングルとかのポイントになってるところっていうのは、ほとんどまで言わないけど、かなりの確率でダンバラルーちゃんですよね。で、ダンバラルーちゃん、それをものにして、自信満々みたいな感じなんだけど、もう、ブログとか内容が超可愛いし、いいお姉さんになってきてる。で、あとはまあいろいろ会った人には言ってるんですけど、とにかく内容可愛いんですよ。で、ギャップ芸。歌ったら強いみたいな。ここですね。静からどうののような形の声の出し方もすごくいいですし、好きな声ですし。あと、鳴るのがすごい。ということで、第2でした。
さあ、じゃあ第1位いきましょう。これはもう満票1納得でいいと思います。高木小雪。高木小雪しかない。悩んだと言っといて。なぜ、高木小雪と悩んだかというと、小雪ちゃんは今のこのタイミングというのは、それほど歌自分どうなんだよってやってないですよね。もうさっきも言ったけど、ダンスも同時にいいんですが、完成形探してると思います。もう今どこに着地しようか、こういう風にやってもいい、こういう風にやってもいいが、もう最後の微調整に入ってるような感じ。彫刻で言えばとかね、絵で言えばだけど、仕上げに入ってる感じなんですよね。そうすると声のパワーっていうところで言ったら、なんか減っちゃいそうですけど、これがね、もう芯は残りながら、なんていうか、減ってるとちょっと違うな、強い、もうなんだろう、硬さ、ダイヤモンドとかそういうような、なんかそういう感じ。なんかルルは鋼鉄みたいなところだけど、佐伯ちゃんはもうダイヤモンドのカッティングバシバシ今いってますよって感じですよね。まあ、このこういう子もあんまりハローの歴史の中でもいないですよ。よくオールマイティでって言ったら、今現役メンバーでって言ってますけど、オールマイティで言えば後藤真希ちゃん、もう後藤真希ちゃんですよ。で、松浦じゃないのかっていうかもしれないですけど、全盛期の松浦綾をもってして、でもおそらく総合力後藤真希ちゃんですよ。もうその当時の松浦のツアーと後藤真希ちゃんのツアー、2003-04年ぐらい、マッキングゴールド後ぐらいのところ、ちょっとまあ DVD あったのかな、なんかとか見返していただけたりするとすぐ分かると思うんですけど、後藤真希ちゃんもすごい、もうこれもすごい、もう今更僕が言うことじゃない、そう思います。で、まあ、最近いい話に戻しますと、やっぱり彼女みたいな子が今後もハロプロ出て、下はね、しばらくいるんですけど、米村キラレちゃんとかね、なんか似てますけどね、いるけど、彼女みたいなことをやる人もまた非常に出てきづらい、そう思います。一番の魅力は探求心、自分のゴールを自分で決めない、そして見てる人がそれを期待してるのも分かっていて、それを上回る努力をされてることが、皆までは何も言ってないと思うけど伝わってくる。あと音楽愛してる、これがすごい。他のメンバーも愛してると思うけど、なんかもうちょっとプロ的な意味でっていうんですか、歌手的な意味、あと音探し的な意味でそこが抜けてて、なのでパワーをこったザーンと出すときに、ああ強いみたいなのになってる、そんな気がしてます。そんな感じかなね、そんな感じ。まあ、またこの辺の話もパワーじゃないところの出し引きとか、あと声のツヤとか、あと歌詞との合わせ方とか、そんなとこもたくさん、解説というと偉そうですけど、思いを伝えて共有していくきっかけにしたいと思っておりますので、そちらも楽しみにお待ちください。じゃあ今日はこんな感じで、国王でした。ありがとうございました。